どうも若くです。今回も戦国フブ、やっていきたいと思います。今回の戦国フブの、内容なんですけれども、お家のねちょっと紹介をしていきたいと思います。で今回の紹介のね内容は何を紹介するかって言いますと、お家の連合の中にですね、新しく、優勝というですね、テラス連合、小連合、私が所属している空将っていうですね、お家の連合の中に、ここですね、はい、すいません、空将、アマテラス、海将、月将、新将でいいのかな、で優将ということで、かなりですね、多分総勢何人いるんだろう、数百人だと思うんですけれども、おそらくね、そういった大きな連合に今なってきてるよっていう中で、新しい連合としてね、このねカエルさんのマークですね、このカエルのマークの、優勝っていう、新しいですね、お家が、誕生いたしました。で、私の所属しているのは、空将なんですけれども、一つねここで宣伝というかご案内させていただきたいのは、ぜひぜひねまだお家に所属してないよっていう方、もちろん所属しないといけないとかそういったことはもちろんないんですけど、所属してることによってのね、特典っていうのは非常にあります。例えばもう今週の分だと私ゲットしてるんですけれども、こういったね、SSR 装備の破片だったり、SSR の武将パックのね破片だったりとか、こういったところですね。で特別の投与状とかね、ああいったものもこう加えられたりとかあるんですけど、それはねこの領地といいますか、ここのお家のマップね、お家マップの中の、こういった、施設ですね、市場とかね馬防柵とかいろいろあるんですけれども、こういったものをこう強化して行ってね、こうレベルアップさせていくと、この蔵っていうところで、毎週もらえます。でこうやってね毎回ね、武将をですね配置してるんですよね。こういう感じかな、こういう感じで配置をして、でそれによってこう報酬としてねもらえるんですけど、でそれが毎週毎週更新されていくっていうのは あるんですけれども、多分ね天下戦ちょっと待ってください、名前パッと出なくなっちゃったんですけれども、あのタイミングで、あれなんですよね、新しい関白の方決まると、また確かねこの蔵とかはねリセットされたような、ちょっとサイクル違うかもしれないんですけれどもとかね、こういったのもありますよね。お家の方と あと両家の方とかと一緒に、ね、同盟統一するよとかね、そういったのができたりするとまた得点ももらえたりしますんで、これだけでも前動画でご紹介させていただいたことありますけど、やっぱね成長の速度って非常にね早くなります。だから本当にねお家に所属するっていうのは、コミュニティの一つとしてこう仲間がね戦国フブ内でやっぱ増えたりもしますし、非常に私はおすすめです。だから元々のイメージって、そのお家ってねやっぱなんだろうな、こうすごいルールがガチガチにあって、そういったお家もあるかもしれません中に。でも、私が例えば今所属させていただいてる空将だったりすると、ルールはありますよ。ちゃんとお家としてのルールがあったりとか、あだ的のお家の方がいらっしゃったりとか あるんですけど、でもねあくまでもやっぱそれはみんなで楽しむ上での最低限のね、ルールといいますか、やっぱお家としてこう方針とかがね あったりするんですよね。うちで言うと、今実際ね関白の方はお家の中から出てるんですけれども、お家というか連合の中ねから出てるんですけれども、そういった形でねやっぱ戦国風貌を盛り上げる、連合としてねお家が強くなるっていうのを、ちょっとね一つこう目指して、やってはいるんですけれども、で今ねちょっと違うんですけど、今幹部の方、家老の方と大名後継の方映ってるんですけれども、今ですねもともとねで大名山ちゃんという方だったんですけれども、今他の連合の中の他の別のお家にちょっと行ってますので、元々後継だった加賀大虎さんがね今ね
大名代理をやられてたりとか、まあいろいろあるんですよ。こう留学って言ったりとかね、やったことないですけれども連合の中の他のお家にこう行ってみるとか、では同じこう大きなルールは連合として一緒なんですけれども、こうお家ごとにまたね、あ多少こう色があったりするのかなっていうのは、こう旗目から、まあまだお家に所属させていただいて、まだね数ヶ月っていう、数ヶ月ですよね、だよな、ですよね、だと思うんですけれども、ね歴史見ればわかるかな、これだとちょっとわかんないな、多分ここら辺かな、秋ぐらいか、秋入ったぐらい、夏過ぎぐらいからですか。あでもやっぱ数ヶ月ですよね。うん、まあなのでね、まあ本当にすいません話戻るんですけれども、まあお家ってねこう所属してると、まあ非常にこうプラスになることが私自身多いなって思います。で、うちの空将なんかそうなんですけど、やっぱりこうリアル優先、まあもちろんそのリアルあってね、この今楽しくやらせていただいている戦国風武ってゲームがあってっていう、そこをね非常にこう尊重していただけたりしますので、なやっぱね非常にやりやすいなってなります。だから繰り返しになっちゃうんですけど、やっぱこうお家所属した時に、なんだろう、こうすごいがんじがらめになって、なかなかね自分が思うように、まあそれでも本当にもういや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 、そういう最低限のルールとかね、あもうそういうのも関係なくもう自由にやりたいんだっていう方は、あ全然そこはね、いいかなと思うんですけれども、まあそうじゃなくてね、まあ一つねこの戦国風武っていうのをこうより一層ねこう楽しむためであったりとか、あ高め合う仲間が欲しいとかね、あいろんな情報交換したいよとか、まあそういったのあればね、ぜひぜひ私はお家にね一度こう所属してみるっていうのは非常にいいんじゃないかなって。でその中で、まあもしよろしければ一つはね、私の所属してる空将、あまた新しく先ほどご紹介したんですけど、カエルのマークのね優勝ですね、まだまだ同じね仲間募集してますので、ぜひぜひね、こちらからこう声かけさせていただいたりすることとかもあったりすると思うんですが、まあまたね、見つけて私とかでもいいですので、こうお声掛けいただけたら、でまあこういう風なお家はねルールなんですよとか、うちはあここをちょっと守ってほしいなとか、そういったご案内とかをした上で、またね家老の方とかとこうご相談して、実際にねお家にこう入っていただいたりとか、まあそういう風にねやらせていただいてますので、まあよかったらねこうお声掛けいただけたりするといいかなと思います。そうですね、まあ本当に連合の中でねこうやって募集してます。特にその新しい方かな、うん、私のいる空将等も含めてなんですけれどもね、全然募集してますんで、お家がね気になるなって方はまずはちょっとこう門を叩いていただく、まあ、ないしはこう実際なんかお声掛けがあったりとかしたタイミングで、なんだろうな、まあちょっと挑戦してみようと思ってお家に所属したことない方はやってみていただけたりするとね、非常に面白いんじゃないかなっていうのは思いますね。なんか久しぶりに全くねこう戦闘がないね動画になったかなと思うんですけれども、まあちょっとね何度かこう登場させていただいてるね、こういった、お家のねいろいろこういう新聞作ったりとかね、まあこういうこともやらせていただいてますので、まあよかったらね遊びに来てください。だからお家はね本当にそういう意味では私も所属してみて180度ね、だから持ってたイメージと違ったんですよね。ああすごく居心地いいなっていうのもあって、だから今やっぱりねそのお家のね小繁栄っていうのに少しでも私も協力できればなと思いながら、まあ、あと戦国風武ってゲームをねもっと幅広い方にねやっていただければなと思って今配信もさせていただいてるんですけれども、まあちょっと長くなりましたが、今回そういった形でね新しく連合の中に優勝という、お家ができたよっていうところと、まあ、まだまだね、テラス連合としてこう募集をさせていただいてますので、まあ、よかったらね、一つお家のね、まあ、こう選ぶ選択肢の中で選んで入れていただけたら幸いかなと思います。じゃあちょっと長々なってしまったんですけれども、今日はね、お家紹介
ということで、動画作らせていただきました。またよかったら、いいねチャンネル登録お願いします。また動画週末上げていきたいなと思いますので、よかったら見てください。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。